パーダーボルン郡は、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ヴェストファーレン州に属す郡であり、オストヴェストファーレンリッペの南部に位置している。大学都市パーダーボルンが郡庁所在地であり、本郡の中心であるとともに、パーダーボルン郡とヘクスター郡からなる、オストヴェストファーレン南部地域の上級中心都市である。パーダーボルン郡は、トイートブルクの森の平原部、エッケ山地の西部に位置する。郡域の北部は、ゼンネに面し、西部は、ヘルベークの地区である。郡域南部の大部分は、パーダーボルン高原であり、ザウアーラントの北端にまで伸びている。郡内の最低地点は、デルブリュック近郊の海抜77メートル、最高地点は、ブライベッシェ南東のトーテンコプフ前で498メートルである。トーテンコプフの山頂は、ホーホザウアーラント郡に属している。郡域の南北軸の幅は 47.6km、東西軸の幅は 43.1km、面積は1245平方キロメートルである。本郡は北西から時計回りにギュータースロー郡、リッペ郡、ヘクスター郡、ホーホザウアーラント郡、ゾースト郡と境を接する。本郡は新設されるザウアーラント、パーダーボルン地域の市町村及び自治体の新設に関する法律に基づくノルトライン・ヴェストファーレン州の地域再編に伴い、1974年11月5日に旧パーダーボルン郡とビューレン郡が合併し、1975年1月1日にこれが発効することにより成立した。歴史上はパーダーボルン司教領のウンターヴァルディシャー管区にあたる。一方同司教領のオーバーヴァルディシャー管区はヘクスター郡の前身となった。パーダーボルン郡庁舎マンフレッド・ミュラーは2004年の地方選挙結果に基づき、それまでの郡長ルドルフ・バンスレーベンから郡長職を引き継いだ。ミュラーは2004年10月1日からパーダーボルンの郡長であり、2009年に 70.2%、2014年に 64.3% の支持票を集めて再選されている。第二次世界大戦以後の郡長を以下に列記する。2020年9月13日に郡議会選挙が行われた。この選挙結果に基づく政党別議席数を以下の表に示す。図柄、青い並帯で上下に分割。上部は銀地でそれぞれの端まで貫く赤い十字。下部は銀地に赤い7連のひし形図形。解説、紋章上部の銀地に赤い十字は、かつてパーダーボルン司教領に属していたことを象徴している。青い並帯は、水が豊かであることを示している。赤い7連のひし形図形は、中世に本郡域の南部を治めた、ビューレン貴族領主家の紋章デザインから取られた。旗、本郡は赤地と白地に上下に分割。その中央にパーダーボルン郡の紋章が描かれた旗を使用している。パーダーボルン中央駅、パーダーボルン、リップシュタット空港道路、パーダーボルン郡の主要交通路は連邦アウトバーン A33 号線である。この道路はターテンハウスの森の動植物生息地沿いの 26km の断絶区間を挟んで、北は連邦アウトバーン A30 号線、南は連邦アウトバーン A44 号線に接続する。断絶区間が完成するまで A33 号線はすでに完成しているビーレフェルトジャンクションで連邦アウトバーン A2 号線に接続する。A33 号線は連邦道 B68 号線からパーダーボルン郡の主要交通路の座を奪った。鉄道パーダーボルン郡内にはパーダーボルンとアルテンベーケンに合計2つの長距離鉄道駅がある。2002年12月のインターレギオ開業以降、パーダーボルン中央駅はドレスデン・デュッセルドルフ間を結ぶ路線の一部である、ハム・バールブルク線の IC 停車駅である。このほか、パーダーボルン中央駅は欧州統合パターンダイヤにおける乗り換え駅となっている。パーダーボルンにはドイツ鉄道の大きな修理工場もある。この他に、アルメタール鉄道、ゼンネ鉄道、鉄道アルテンベーケンクライエンゼン線、ハノーファーアルテンベーケン線、ヘルフォルトアルテンベーケン線が郡内を通っている。空港パーダーボルン、リップシュタット空港。ルフトハンザがミュンヘン、フランクフルトと結んでいる。パーダーボルン郡は1956年7月1日に現行のナンバープレートの識別記号 PB を採用した。これ以降現在まで一貫してこの記号が用いられている。2014年11月24日以降は識別記号 BUR も用いられることとなった。パーダーボルン郡は10市町村からなる。このうち7つの自治体が市である。郡庁所在地パーダーボルンは大規模郡所属市、デルブリュックが中規模郡所属市である。以下の表にアルファベット順に郡内の市町村を2019年12月31日、現在の人口、面積、人口密度とともに列記する。ありがとうございます。